高校ユース年代の国内最高峰プレミアリーグと東海プリンスリーグ所属の14チームが2つに分かれて戦うスーパープリンスリーグ。冬の全国選手権を制した静岡学園が常葉大橘との開幕戦を迎えます。試合は前半6分、高校王者の静学が早々と失点を許す展開に。それでもここから静学は157センチの小さな巨人、1年生10番高橋が見せます。まず右足の強烈なシュートを放てば、今度は左足でも決定機を。しかし同じく1年生香形の好セーブに阻まれますが、試合終了間際途中出場望月がエリア内で倒され PK のビッグチャンス。これを自ら決め引き分けに持ち込んだ静岡学園、新たな大会を戦える喜びを感じつつ、目指す目標へ決意を新たにしていました。プリンスリーグ開幕ということで、立ち上がり少しチームで硬い部分があったんですけど、まあ、立ち上がりに失点してしまって、まあ、最後追いつけてよかったんですけど、そこを逆転するぐらいの力をチームでこれからつけていきたいです。自分たちの目標は選手権2連覇なんで、そういう強いチームとやって勝っていけるように頑張っていきたいです。